はい、マイキーです。デモンズソウルレベルを上げずに進めるの、15回目をやっていきます。前回終わったところと違う場面から始めてます。死んだ場所まで行って、一応ソウルだけは回収したって形ですね。はい。そして前回14回目で14回目アップした後に、そのコメントいただきまして、どれだ、あ、これじゃない、スタートだ。これですね。いや、これ引き目やだったかな。はい、それの意味を教えていただきまして、ああ、そういう風に読むんだですね。もう感心するばかりですね。その意味まで見るとですね、コーマという風にですね、教えていただいて、あ、本当にこう書いてあるんだですね。まあ、魔法属性ですよね、これ攻撃。はいはい、魔法攻撃150。意味を知れば納得のいくものに自分の中ではなりました。はい、教えていただいてどうもありがとうございました。これだ、どれだ、一例ですね。はい、それでは進んでまいります。ここはですね、どう行こうかなと思ったんですけど、あまり意識せずに進んでいきましょう。あんなのまともに相手してたらですね、死んじゃうんでですね。こっちでよかったのかな？すごい見たことあるこの風景。行き先間違えてますね。お、頭埋もれてる。行きましょう、どんどん行きましょう。ここ今日はどこまで進めるんだろうって感じなんですけども、1階でボスを倒せたらいいなって思うんですけども、あくまでそれはですね、叶わぬものだろうと思いますので、今回でボスまでたどり着けましたよぐらいの絵になるんじゃないかなと思ってます。どっち行くんだこれ、どっちだどっちだ。覚えてないですね。どの辺行けば縦穴に出るのか。ここは違う。なんか見たことあるようで違うような。出るの？あってなさげなんですけどね。お、暗くなってきたから、こっちは違う？この付近ですよね、縦穴に出るの。お、なんかぽいですね。出られるか。あ、出ましたね。縦穴来ましたね。こっからどう進む？
りを見てみましょう。降りられるような場所は、これ落ちたら死ぬんじゃないですか。これジャンプはできないから、何が死んだ。この下の通路、道間違えてるっぽいような気もしますね。降りるんだったかな、どっちだったかな。最初の一番上でトンネル通って降りてきた方が、まあ、確実ではありますよね。ここの通路って上から降りてくるんですよね。あ、そういうことか。そういうことか。こっち。おっと。まあ音は気にしないでください。音は。多分降りるんだろう、こっちに。パルシオン使うとですね、ちょっともったいないんでですね、長いな。強攻撃もそんなに変わらないですね。ひたすら殴る、キルキル。時間かかりますね。ファルシウムを使うべきか。もったいないという気持ちしかない。さっきの引き目は使うのもいいですよね。ちょっともったいないですね、やっぱり。たくさん持てたらいいんですけどね。ヘビーアローを捨てて買ってくるっていう手もあるんですけども、どうしても効かない敵がいるからですね。お、一周されてしまう。挟まれないようにこう左右に振りますか。長いな、長いな。これでどのくらい容量を使うのか。ヒットポイントが見たいけども見えない。まあ、死んだと思えばダッシュすればいいでしょう。もうちょいかな。あった。拾わないと。こっちかな。こっちか。なんか通ってきた気がしますね、これ。これ一回来たんじゃないですか、これ。やっぱりあれ、降りるべきやったのかなと。ああ。無駄に時間を使ってますね。あれ降りてよかったんかな、覚えてないなって感じですね。
どうだった、どうだった。どっちが縦穴、縦穴。ああ、こっち違いますもんね。こっちも違いますもんね。いや、ルート的に合ってたのかって話ですけど。こっち行ったら縦やな。本来こっちから降りてきてしまうルートだった気がしますね。ところ落ちたら絶対死ぬでしょ。まあその時はその時にしますか。8万、もし死んだらソウルだけ回収してまた、そうですね、カットしておくっていうことにしましょうか。高さがわからない。まあ死んでもいいかな。いけ。おお、生きてた生きた。よかったよかった。高さがわかんないからですね、やっぱ降りるのはですね、抵抗がありますね。グダグダしてるうちに12分も経過してるっていうですね。来ましたよ、来ましたよ。今回はたどり着いたってことでおしまいにしますってですね。 いや、ここまで来たら戦おうよってですね。ですね、使うのはこれいらない。ファルシオンですね。75、なんとかなるでしょう。これ何装備しているか。再生者の指輪。再生者。ここは炎に耐えるものを装備しますね。はい。こんな感じですかね。炎防御が115。この動画撮る前にふと思ったんですけど、これちゃんと装備強化してないのですね。見せてたのかなと思ってですね。もちろんこれファルシオン拾ったやつですから扱ってないです。盾もですね、こういう高橋鎧雲の時ですね、意外と防いでたんですね、カイトシールド。強化してたんかなって思われたらですね、いけないんで、これ無強化ですね。はい。強化はまだ一個もしてないですね。はい。よし。早く生きようと 言ってきます。はい。来ましたね。こいつ怖いんですよね。苦手なんですよね。地面ですね。地面のマグマと爆発に気をつければなんとかいけるんじゃないかなって感じですね。さあ行きましょう。満月草？いたいた。あっと、ちょっと何もせずに死ぬのは嫌だ。危ない危ない。まずは回復ですね。来るか。おお、危ない。防ぐのは防いでですね。ああ危ない危ない。
おお、ちょっとやばいやばい、正面が危ないですね。これが危ない。おお、これがこれもですね。さあどう倒そう。回復したら来るかな。物陰に隠れて回復。おっと、じわじわいけばですね、生きるんですよ。切り、うん、そうですね、初めてやった時は切り殺しましたからね。危ない危ない危ない。大体倒してある方ってですね、見てみると、なんすかね、魔法を使って倒してるとか、なんか武器が何らかしら強化してあるって方がですね多い傾向なんで、おっと、自分は使いませんよってですね、ちゃんとレベルを上げずに倒しますよと。あ、エイムを直せ。後ろが安全かな。デモンズのボスってひるむんですよね、剣で切ったら。そうですね、ボスがひるむっていうのもですね、なかなかないんじゃないですかね。あったあった、ダメージをよく見て、こいつ嫌なボスですよね。お、あ、いたいた、地面も見ないといけないって。あぶっ、よっしゃー、生きてた。あ、いた、あー、死にましたね。まあ初めてで半分いけたらまあいいんじゃないかなと思いますね。18分ですか。ボスまではカットしていきたいと思います。はい、戻ってまいりましたので、ここからやっていきます。撮ってる時間からいってですね、今回はこれをラストとしてですね、また次回という形を取りたいと思います。待ってますね、見えますね。それではいきます。はい、わあ、今度は勝てるか。あちあち、あちよ、ほら、あっと、ロックするかしないか、足元が見えないからですね。あとはどこで回復するかですね。全部爆発ってのがちょっといやらしいんですよね。来るか、どういう風に戦いましょうか。じわじわ先ほどと同じように切り殺すか。後ろを取ればですね、あ、やだ、ダッシュだ、ダッシュ。
冷静に食べる。走って、こおっと見たで、エイムは辛い避け方に困りますよ。完全回復させてあげたらいいかなって感じですね。どこがどこがいい。おー、いたか。痛い痛い。おーっと、なんとか持てよ、なんとか持てよ。満月を、一回切ってしまえばですね。タイミングが難しい。感じで、おっと、あれさえ食らわなければ、あとはこの辺りで戦えばいいんかな。おいで、惜しみなく食べるか。いたか。なるべく切り殺したいですね。いたいた。こいこいこい。痛い。満月草がどんどんなくなる。隙あらば矢を打つ。矢が強いちょっと矢が強すぎでしょ切りたいんですけどね。あ、死ぬ死ぬ死ぬ。草を食べれば生きてられるとかいう問題じゃなくてですね、普通に怖いかい強いんですよね。いくらカルシウム持ってるからでもですね、やっぱ強いんですよねこいつ。逃げながら、おっと、半月と、おいた、おいたが混じりました。足を、お、空振ってくれた。なんという好機。これは耐える。これも大丈夫大丈夫。あ、やば、どうしよういやはどうしようかな。チャンス、これはいけるんじゃないのと言って死ぬ。もう一発、もうちょっとだ。今回で勝てるか。よし、終わりだ。ほら死ね。はい、行きました。勝ちました。勝ちました。意外と勝てるもんなんですよねこれ。嵐のですね、イニシエの選手の方がはるかに強いってですね感じですね。いやでもまあ2回目で勝てるとはちょっと思わなかったですね。まあ、矢で倒す、とどめを刺すみたいな絵にならなくてよかったです。個人的にですね。はい。前も見せましたけども、強化してません。してません。はい。ノーマルですね。ノーマル。はい。
レベルは上げてません。強化もしてません。勝ちました。これで炎に耐えるものをどうしようかな。そのまんまでいきますか。いきますか。はい。どうしようかな。時間的にどうしよう。迷うんで、ここで切っておきますね。はい。次回は、こっちからですね、行きたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは失礼します。